させていただいて本当に楽しかったし、野球っていいなって改めて思いました。本当に楽しかったです。今日はありがとうございました。うん、さんありがとうございます。その望遠で坪井さんの顔ばっかり追うのやめよう。それね目が怖い。さらなるこれからも速球をね、はい、目標に、はいはい、投げますので、はい、と思います。さあ続いて王さんいかがでしたでしょうか。はい、私キャッチボールって正直小学校の時に庭で父とやって以来の、はいはい、感じだったんですけど、リアルやな豪華で絶対全然できないと思いきや意外とできるっていう、なんかこう相手のこう取りやすいところに投げてあげようとか、すごい思いやりが大事なんだなって。リュウちゃんやっぱり背番号最後にみんなにもう一回見せよう。おお一番なんだよ。あれも僕らにしても伝説ですからね。もうなんかまた父とキャッチボールやりたいなと思いました。はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。さあそして田中さんいかがでしょうか。はい、こんなにたくさんキャッチボールしたのは初めてです。すごい楽しかったです。まあ、正直引退したのが後悔したなっていうか、また野球がもっと好きになったのでまた参加したいと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございます。ピカルスでなんて野球をどうだろうな、もっとやりたいっていう、ね、そうですね、話をされてらっしゃいましたね。はい、さあそして最後はですね、古田キャプテンから、はい、今日ご来場の皆さんに一言どうぞよろしくお願いします。はい、皆さんどうもお疲れ様でした。まあ、この回はですね、まあ、とにかくこのキャッチボールを通じてね、普段コミュニケーション、まあ、取れたり取れなかったりした人とね一緒にやってこう笑顔になろうと、キャッチボールを通じて笑顔になるっていうねイベントなんで、今日はね、まあ、僕らから見てると皆さんたくさんの笑顔も見れたんじゃないかなと思ってます。また来年もやるんですよね。やります。あ、やります。こういうのもちゅうかね。じゃあまた皆さん来年もよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ぜひともまた今日機会に、ね、こんな楽しいイベントがあったよっていうのをね広めていただいて、また次回参加してもらえればなと思います。そしてですね、ちょっと今日急遽参加してくださった川本さんにもぜひ、ステージに来ていただきたいなと思います。パンケーキ完食されてました。それは言っちゃダメです。いかがでしたか。今日は急遽の参加でしたけど、皆さんすごく喜んでいただいたと思います。本当急に参加させていただいたにもかかわらず、古田さんが、やっていきようっていうお言葉をいただいたんで、皆さんにちょっと触れ合う機会をいただいて本当楽しかったです。また野球、好きですし、また今後、何かしら野球に関係できる、ことができたらなと思ってますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。さあということでですね、ここからはゲストの皆さんとちょっと記念の撮影をこのステージでさせていただきたいと思います。あ、はい、さあみんな雨が降りそうだから皆さんにも入っていただきたいと思いますので、我々はこっちを向きましょう。向こうからこっちから、はい、向こうから押さえますので、一番お、タマベどうぞどうぞこちら来てください。すごい、はい、触らせないですよ。